はい、オルガンライフです。過去に未練のある私、デロリアン。48号、組み立てです。48号、すごくヘビーですね。まあ、ヘビーという、この、会話、バックトゥーザフューチャーで出てくるんですよね。80年代だと、まあ、スラングみたいな感じ。まあ、なんかちょっと重たい話題とか、まあ、そういう意味で使われてたんだけど、50年代は、ヘビーと言ったら、まあ、いわゆるマスですよ。マスですよね。重たい。重量。そのことだけに対して使ってたみたいですね。そういうやりとりが、マーティーと過去のドクの間でありますね。それ、今回何がヘビーなのか。まあ、それは後で説明します。では、マガジン。うん。名車。フォード・グラントリノ。グラントリノって映画ありましたよね。それとは違いますね。刑事スタスキー&ハッチ。うん、なんかドラマみたい。まあ、私、アメリカのドラマ、あんまり知らないから、ほんと知らないですね。車はかっこいい。普通な、ってか、当時普通な、フォード・グラントリノという、これ、クーペなのかな?それに、派手な白のストライプが入ってますね。まあ、なんか、特攻野郎 A チームのバンみたいな。こういうなんか、鋭い。自分の車に入れたらちょっと派手だなという。まあ、この中で面白いの。主人公たち。プライベートで別の車を乗ってて、そっちがいいって言ったんだけど、大人の事情で、グラントリノになった。まあ、フォードの車になった。フォードだったら何でもいい。まあ、それで事情、意味がわかりますよね。あ、そうだ、バックトゥーザフューチャーって、1と2で、恋人役が変わってるんですよね。あ、そうだ、今回、ビハインドザシーンというのがないですね。まあ、その理由、先ほどヘビーと言った理由ですね。じゃあ、今回の組み立て、正直ヘビーでした。難しかったんですよね。あ、でもヘビー、今だとハードって言うかな。まあ、言葉って色々変わりますからね。今回何やったのか。というか、組み立ってるところを見てください。
これもう動画撮ってるどころじゃなかったですね。今回のパーツ、コード類とか、なんか安っぽいもの、それを、まあ細工していく。本当の細工ですね。まあ今回はいわゆる造形の力とか絵心とか、そういうのがちょっと必要になりますね。今回、多分、皆さん全部違うと思います。まあしっかり映画とか見たりとか、ディテールとかにこだわる人は、バッチリできる楽しいところでもあると思うんだけど、モデリング初心者にとっては、まあ投げやりになっちゃうところなのかな。まあここですね。この雑な配線類。これです。まあ映画の中でドクが作った、なんか街の発明家的な、ちょっとちぐはぐ感がある。そういうところは出るんじゃないかなと思いますね。リアルなものも、なんかここら辺、うまく配線されてない。適当に配線した、インパネの周りに、まあ見た目関係なしに配線した、っていう設定になってるから、まあごまかせるかなって思いますね。今回の組み立てるコツ、というか、まず必要なもの。ドライバー1本。まあそこでタップという案内はあったんだけど、ニッパいります。結束バンド切るのにニッパ使ってください。ハサミでも切れますけど、まあ、切ってる時にせっかく配線した線がずれたりとか切れたりとかそういうことがあるからニッパ用意してください。プラモデル用のしっかり綺麗に切れるのがいいですね。ちょっと家庭用のニッパだと加工が難しいからモデル用が必要ですね。まあ、それと仮止め用のマスキングテープ。もうとにかく、いろんなところにマスキングテープを貼ります。だからマスキングテープ用意してください。あとはマスキングテープを切るためのハサミ。手でちぎってもいいですけど。それ接着剤。説明だと、瞬間接着剤がいいってことですけど、まあ私このホビー用をお勧めしますね。これ、乾くの遅いんだけど、乾いたら透明になります。瞬間接着剤。うまくできる人だったらいいんだけど、まあ、慣れてない人だといろんなところについちゃう。いろんなところにつくと瞬間接着剤って白くなる。見た感じが悪くなるんですよね。今回私、これ使いましたけど、もう透明になってますね。これ、使ってるときは白いですけど、乾くと透明になる。だから変なところについちゃっても、まあ、目立たないですね。それと完全に硬化すれば、爪で剥がれる。そういういいところがあるから、私、配線類、このホビー用をお勧めします。それこれ組み立てるときのコツ。この後ろの部分。次の号をちょっと読んでみたんですけど、この後ろの部分、ちょっと出るぐらいでいいですね。まあ説明だと、出してから仮止めってありましたけど、まあこちら配線してるときに、何か足りないなと思ったら、まあここで止められる、ねじれ止められる、まあ後でパーツで押さえるんですけど、そのぐらいの余裕があれば、まあ、こちらに回してください。まず調整で難しいところ。このコードセパレーターと、それにつくコード。しっかり中央を合わせてください。合わせないと配線できないです。私もちょっと配線が厳しくなって突っ張ってますね。まあ、これできるだけこちらを短くして、まあ、自然にしてください。次に接着類。最初コードを余裕持たせて、それで接着してください。全部接着できたら、完全に乾燥するまで待って、それから線も整えてください。結束バンドを最初に通すという指示があるんだけど、まあ、相当緩めで通しておいてください。まあ、あと結束バンド余裕がないですから、まあ、注意してください。一回入れたらもう取り出せない。基本取り出せない。まあ、それとあと、結束バンドの、こう、締め込むところ。仮止めした時に切る指示がありますけど、切らないでください。最後仕上がってから、しっかり締めて切ってください。最後の最後まで、結束バンド切らないでください。あ、そうだ。結束バンド、もし間違えちゃった場合、一応リカバリの方法あります。私昔作りましたけど、タイラップを外す。
そのコツで緩めれますけど、まあ、ちょっと緩めてる時に力加わって、配線が切れちゃうとか、折れちゃうとか、取れちゃうとか、そういうことありますので、まあ、結束バンドは、一回間違えたらもう外せない。そう考えてください。まあ、手順、最初、接着する。次に配線を取り回す。そして結束バンドをしっかり締める。その手順ですね。まあ、ただ、もともと雑な作り。映画の中で雑な作りだから、完璧に映画通り作りたい。そういう人は、ちょっと話は別ですけど、まあ、自分のデロリアンを作る。っていうことであれば、まあ、見た目が映画と違ってもいいですからね。まあ、ただ全然違いすぎる。差し込んだら色が違う。そういうのはちょっと恥ずかしいですので、色ぐらいは統一してください。まあ、ほんと今回、投げ出したくなりますよ。本当にハード。バックトゥザフューチャーの言い方だとヘビーです。この48号、非常にヘビーな号です。慎重に行ってください。まず最初、結束バンドも使わずに接着もせずに、パーツを全部合わせてください。しっかり完成予想の写真、イラストを見てください。冷静に時間をかけて行ってください。ということで、バイバイ。